toes is like, bro? Which toes? Look at it. No, there he is. What? How many times do I do it? で、みんなと乾杯できたことを本当に思います。ありがとうございます。そういうじゃあ、愛に溢れた歌をね、書き、歌おうか。俺たち一応、春から CD をちょっとシングル出しまして、今日も何枚かあるんで、よかったら、声だけでください。あの、働く人と、 Yeah.
ありがとうね。今日は本当に最後。
の時間、ここ武陽高原に集まってくれたみんなにビッグラブ、リスペクトありがとうございます。鈴木亮平影男です。おい、なんか酔っ払ってる人が多い気がするんだよね。触るんじゃねえぞ、ハッピーありがとう。僕たちもそろそろ最後の歌にしようかなと思うんだけど、やだ。CD ありますんでよかったら1曲目に歌った働く人と3曲目に歌った LR と、そして今から歌う友達の歌っていう歌が3曲入って初回限定500円でありますんで、よかったら声かけてください。よろしくお願いします。今日は本当にゴジャペ音楽祭に集まって、あのみんな集まってきて、そしてここ武陽高原に集まってくれた本当皆様に本当に感謝します。本当ありがとう。そういう歌を歌うんで、やるわ。俺はゴジャピオン学祭は4回目、毎年最初から出てます。本当に毎年毎年こうやっていろんな人が遊びに来てくれるイベントをやって嬉しいなと思います。おい、ハトリちゃんとやれよ。ハトリ強く生き直せよ、お前。7月13日金曜日、すぐそこストーミーマンデーで一郎っていう人が来るんですよ。あのね、みんな一郎っつってもね、マリナーズの一郎みたいな思っちゃうけど、長渕剛とか矢沢永吉のバックバンドでギター弾いてる一郎っていうおっさんがいるんですよ。おっさんいるな。ベースターがあのおじさんがいるんですよね。その人が前座で、鈴木亮平とタコさんウインナーでその日やります。そしてその次の日、7月14日、ミトナインティーズとジェット鈴木と、筑波マクダイナーの、CD のレコーツイベントに重ねていただきますので、お願いします。で、その次の日、今度7月15日日曜日、ストーミーマーデンで、なんだっけ、ザ・バスミサイルっていうバンドの、人が、遊びに来てくれるみたいで、その日は俺 DJ で、テクノの DJ やろうと思ってよかったら遊びしてください。ないから、もしあなたに、じゃあ、もういいですかね。はい、マジでダラダラしちゃうから。まあでもいいっすよ。ゴジャッペ音楽祭まだ終わんないから、ゴジャッペ音楽祭にダラダラして帰ってくださいね。俺たちは今日この曲で終わりだけど、またみんなでここで会いたいと思います。ありがとうございました。Yeah.
ありがとうございます。ラスト決めましょう。
リクエスト、アンコールありがとうございます。本当にありがとうございます。俺たちはみんながいるから成り立ってるだけで、本当にみんなのおかげです。本当にありがとう。バーボンロードっていう歌を歌って、知ってる人は一緒に歌ってください。Yeah.